リライアンス級カッターは、アメリカ沿岸警備隊の保有する中距離をカッターの艦級。当初は巡視船と称されていたが、1966年5月1日にワメックに種別変更された。その全長から210フィート級とも呼ばれている。本級は、第二次世界大戦期に建造されたカッターの更新用として建造された。線形は朝鮮指導型。 上部構造物は3層構造の背の高いもので、船橋は全周の視界を確保している。1万トン以上の大きさの船を栄光することができる。アメリカ周辺海域において警備、救難任務を遂行するように設計されており、通常1年の半分を紹介任務に費やし、残る半分は艦の整備と乗員の休養に充てる。 一回の紹介は6から7週間に及ぶ。当初、最初の4隻はコダグ構成の主機を搭載していた。これは、巡航機として、クーパーベッセマー車製 FVBM12、T ディーゼルエンジン2機、加速機として、ソーラー車製サターン T-100 型、ガスタービムエンジン2機を用いるものであった。しかし燃費が悪く、1986年から全艦に行われた。 改装の際に5番艦以降と同様の純ディーゼル構成に変更された。レーダーとしては当初はアン SPS-23 が搭載されていたが1980年代にアン SPS-642 期に変更され、さらにその後アン SPS-73 に更新された。また1984年から1998年にかけて MMA と称する改装が行われ、この際に、ベア級カッターに準じた C4i システムを搭載した。比較的軽武装であるが、戦時には、アン、SQS-17 ソナー、ヘッジホック対戦迫撃砲、マーク32、323連装単魚雷発射艦、さらに追加の3インチ砲を搭載して、紹介、護衛任務に就く予定であった。しかし冷戦終結後、 この計画は放棄され、主兵装は手動式の50口径 76mm 単装艦射砲からより小口径だが近代的なマーク 38-25mm 単装基準に変更された。これらの追加装備は結局実際にカッターに搭載されたことはないと考えられている。格納庫は持たないものの選手楼甲板後段部は ヘリコプター艦板とされており、露天かかり止めで、急難ヘリコプター1機を運用できる。なお最終戦、アラートは、アメリカ軍として、初めて、ベアトラップ着艦高速装置を設置しており、1969年より HH、HH-52A ヘリコプターによる試験が行われた。当初計画では30隻の建造が予定されていたが、実際の建造は16隻に止められた。 ありがとうございます。